出荷は？あ、そう、出荷ね。出荷もそうなんだよね。出荷ね、私が一番好きなのは、ハメ撮りが初めに、これ、寝取られの話するんですけど、俺くんの彼女とかが、まあ、わかりやすくタイマリンとかで例えると、なんか俺くんの彼女がタイマリンとかで、こう、敗北して、そんで、エロいビデオが送られてくるわけ、封筒とかで。で、送られてきて、3、4回、そう、エロビデオ、寝取られビデオみたいなやつが送られてきて、で、それが3、4回に分けて送られてくるんだけど、最終的に、調教済みの女の子が、オナホールとして送られてくるっていうのがあって、そう。もう、なんていうの、チャラ男みたいな、悪の組織みたいな人に、開発されきった女の子が、オナホールとして、送られてくるみたいな。で、俺くんが泣きながら、まあ、使うもよし、手厚く保護をするもよし、なんだけど、それは。うつだみたいな。バッドエンドみたいな感じのやつが好き。そう、世にはびこってんの、その何、そのカテゴリーっていうのは。あ、だから、その同時にやるとかで、ね、やるとね、結構バッドエンドの一つとして名高いエンドではあるかな。手足ないかったりもしますね。私は全然手足なくてもいい派なんですけど。手足がない。はい、ちょっと全く想像がつかないんですけど。抜けるんだ。抜ける抜ける。やっぱ絶望はいいよ。絶望がいいね。うん。人気があるコンテンツなんですね。理解したいな。人気があるコンテンツですよ、アナルゼリー人格排泄と双璧をなすコンテンツだと思ってるので。待って、今何語で喋ってた？